その気になる台風10号について気象予報士の角田さんの解説です。はい、お伝えします。県内は明日以降不安定な天気が続く見込みです。そして来週は台風の進路に注意が必要です。まずはその台風情報からお伝えします。台風10号は日本の南の海上をゆっくりと北上しています。今後は発達しながら日本列島に近づく見込みです。現時点では県内には来週の水曜日28日頃に暴風域を伴って強い勢力で最も接近する可能性があります。そうなった場合、県内は大雨や暴風、そして波浪の警報が発表される可能性があります。ただまだ先の予報で予報円も大きくなっていますので、こちら変わってくる可能性があります。常に最新の予報を確認するようにしてください。では続いて週間予報です。この先水曜日頃にかけては雨が降ったりやんだりで雨足が強まるところもありそうです。そして先ほどお伝えしたように、水曜日頃は台風10号の進路次第で予報がまた変わってくる可能性があります。また日差しが少なくてもこの先最高気温は平年並みか高く蒸し暑くなるでしょう。厳しい残暑も続く見込みです。県内はこの先不安定な天気、そして残暑が続く見込みです。また来週は台風10号の影響を県内も受けるかもしれませんので、最新の予報をご確認ください。ここまで気象情報でした。